はいじゃあよろしくお願いします。え今回は小学校3年生の算数聞きました。あまりのある割り算1スタート編やっていきましょう。で、今回ポイント含めて問題8問ありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてチャレンジしてみてください。で、パッと見て、いや、難しそうだなとか苦手だなって思う方は今からね、一回全部説明していくんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、ポイントから始めていきましょう。 で先に言います。あまりのある割り算は苦手な子がすごく多いです。<laughs> 多いんだけど、でも聞いて、実はここ、やり方をちゃんと知ってたら、解くのは難しくないです。先が難しくない。てか、前割り算をみんな勉強してるじゃんか。割り算がちゃんとできる方はできるから。あまりのある割り算はね、やり方さえ知ってくれれば。いい で、まず、ポイントから説明していくと、割り算。今回、余りのあるって言ってるので、余りっていうのが出てきます。そこも全部説明するんだけど、余りっていうのは、ある数よりも、絶対小さくならないとダメなんです。これ覚えておいてください。で、何の数かっていうと、ほい。ほい。割る数です。さあみんな、19割る5。割る数どっちだっけこの、覚えてる これ、割る数はこっちね。右の数です。これが割る方。あ、今回は5ね。こっちだったら2です。で、19を5で割ってる方。ちょ、こっち行くよ。つまり5の方ね。が、割りに行くぜって言ってるから割る数なんです。で、19は5に割られるんだよ。だから、うわっ,ってなってるから、この19の方が割られる数と言います。ここで書いておこうか。ちょっとちっちゃくてごめんな。割られる数。 まあこれも復習だと思って聞いといてください。で、まあ 19÷5 をやっていくんですが、1個復習でちょっと動画長くなるかもしんないんだけど、付き合って。今までみんながね、ワールド、あまりのない割り算をずっとやってきたんだけど、その時にやった問題はこんな問題。20÷5 みたいな感じです。20÷5。さあこれみんなできるかい ?20÷5。で、これのやり方を1回復習していくと、 右側の割る数の5。この5の段を考えていくんだよね。5、1が5、5、2、10、5、3、15、5、4、20なんだよね。あ、ぴったら20きたじゃん。じゃあ、今の5、4、20だから答えが4ですよっていうのがあまりのない。今までやってきた割り算のやり方です。ちなみに、やる、やり方はこれと似てます。 ってか、ほぼ同じです。やること。だから、割り算をちゃんとやってきた方は、ここはできるようになるから、大丈夫。で、ちなみに、これね、20÷5 って、例えばどういう問題で出てくるかっていうと、じゃあ、20個のチョコにしようかない。20個のチョコがあります。それを、じゃあ、5個ずつ、分ける。ね、割り算でよく分けるときに使うからさ、 20個いっぱいチョコがありますとそれを5個ずつ分けていったら何人に分けれるでしょうかっていった時に答えが4だからこうやってね4人の棒人間だけどね <laughs> あ足手が4人の人に5個この子も5個だし5個だし5個だし5個5個ずつ分けることができますよだから4人ですってこういう問題で使ってきましたでここも一緒です い19。つまり19個のチョコを5個ずつ分けると何人に分けれるでしょうかってなるんだけど、ぴったりならないのよ。ぴったりならない。さっきみたいに。そこだけ気をつけていきます。で、右のポイントにやっていくと、まず1番、九九のホニャララの段を考えます。これ、19÷5 でさっきと同じで、割る数のこっち、つまり5だよね。だからこの問題に関しては同じように、 5の段を考えていきます。5、1が5みたいな。で、割られる数、こっちね。割られる数を超えないギリギリが答えです。さっきは5、4、20ってぴったり来るんだよ。来たって分かりやすいんだけど、今回は5、1が5。いくよ。5、2、10。5、3、15。まだいいよね。でも、5、4、20になっちゃうと、超えちゃうんだよね。超えちゃう。だって20個ちょこないんだもん。分けらんない、分けらんない。だから、 超えない。この今19個っていう割られる数を超えないギリギリが答えになります。つまり今回は5 3十5がギリギリなので答えは3なんです。3。で、最後3番。引き算忘れないようにねって書きました。これね、先に書いておきます。余りのある割り算はこういう風に書くの。 答えを書いて、あまりほにゃらら。もしくは、てんてんてんって書く先生もいます。俺、てんてんてんって書きたいんだけど、あまりでは人もいるかもしれないんで、今回あまりを書きますが、で、いくつ余るのって話。で、何があまりなのかっていうと、今、5個ずつ配りました。で、3人ならいけるんだよね。4人だとさ、最後の子が配れないから。で、5、3、15っていう今、この配ったチョコを19から引いてあげるんです。つまり、15個は配ったから。はい、5人、こうやって消してるね、ここ。 3人に5個ずつ配れたんだもん。5、3、15。で、15個は使ったんだもんね、チョコを。でも、19個もともとあったから、配ったチョコの15を引くと、これ4になるね。19引く15が。ってことは、4個配らなかったチョコが余ってるのよ。で、それが余りです。つまり答えは、3、余り、4と。これが余りのある割り算の求め方になります。 今さ、いっぱい喋ったからさうわなんかいっぱいやって大変そうって思ったでしょ違う違うやることすごいシンプルだからちょっと次シンプルにいくよ3番ねまず9割る2です考えるのはこっちえ割る数の方2の段考えます21が222が423が624が,が82510でもここ9なんだよ 10超えちゃったんだよねだからここ超えちゃダメだから超えるギリギリは8つまり2四が8なんで4が答えで余り82四が8だから9から8を引き算してあげれば1なので余りは1ですってはいこれだけだよこれだけいっぱいしゃべったからね難しく感じたかもしれないけどこういうふうにやっていってくださいいいかな じゃあちょっとここあの5番の時に使うんで消しちゃいますポイントなのはギリギリを攻められるちゃんとね攻められるかどうかってとこです次いきます 20÷3 主役はここの3ですね3の段を考えましょう31が332が6サザン学34123515サブ6183721ってなって21だと超えちゃうんだよねだからよいしょ ギリギリは18でした。18はサブ6です。3×6 ね。だから、6で余りは18なんで、20から18を引けばいい。20引く18は2だから6余り2と。これで正解。ちなみに、こうやって引き算書いてるけど、あの、暗算でいいからね。あの、倍回書かなくて大丈夫よ。さあ、19割4もやっていきましょう。 4の段を考えていく。4、1が4、4、2が4これも書かなくていいからね。4 <laughs>、3、12、C、4、4、16、4、5、20。で、これさ、まあ、20で超えちゃったでしょ ?19 を。だから、ここが×なので、ギリギリはこの子でしたと。で、なんでね、最初、あまりは、ごめんなさい、割り算のあまりは、割る数より小さくならないとダメなんだって覚えてねって言ったかっていうと、まだね、この辺はいいんだけど、今回下全部鬼マークついてます。 で、何が鬼なのかっていうと、やっぱりね、6の段を超えるとミスが出てきます。ミスが出てくる。で、ちょっと先にこっち説明するんだけど、今、ね、シーチがシーって考えた時に、あ、12いけるなと思って、C3、12って例えばやったとします。本当はこっちなんだよ。四四1 6だから。でも、C3、12で考えちゃうと、余りが12なんで、19く12すると、7だね。余り7なのよ。これ割る数より、 あまり大きくなってる。4より7のが大きいから。そうなった時は絶対×になります。になる。なぜかって、だって、チョコがね、7個余ったって言ってるんだよ。チョコを配る問題だと思ったらね。違うのよ。だって、4個ずつ配るって言ってんだから、7個余ってたらまだ配れんじゃんってなるんだよ。だから、あまりの方が大きくなっちゃダメなの。ここはさ、3個ずつ配りたいのよ。でもあまり2個だったの。だって2個だったら3個ずつ配れないじゃん。 お前だけ2個だから許してとかなんないでしょだから OK なんだけど、あまりの方が割る数よりね、これより大きくなっちゃうと、まだ配るんでしょってなっちゃうから、だからそこは気をつけてください。もしあまりの方が、この割る数より大きくなったら、あ、どっかで間違ってるんだって、自分で気づくことができるから、それは覚えておいて。そのポイントです。これはね。で、話を戻すと、ここは3じゃなくって、ギリギリはこっち16だから、しし16だね。 し、し、十六で、十九から十六を引くと、余りは三です。余りが三個ならさ、四個ずつ配れないから、オッケーでしょ。さあ、鬼マークゾーン。行 <laughs> きましょう。七の段です。ミスが増えます。で、これはね、最初から行くよ途中から行きましょう <coughs>。ごめんなさい。席が。えっ、ー、と、七五三十五から行こうかな。七五三十五、七六四十二、七七四十九。あら 超えましたと。49は超えちゃってるね。だから、ギリギリは42でした。つまり7、七、六です。七、六、四、十二。七、六で、余りがちょっとね、下かけないんだよね。入んないから、四十三から四十二を引くと、一個余りますよって。鬼がついてるけど、やること一緒だからね。さあ、六行きましょう。ここも五から六五三十から行こうか。六五三十、六六三十六。 6、7、4、六2 6、8、4、8、6、5、4と。はい、54がね、初めて52を超えてしまったので、その前がギリギリ。つまり、6、8です。8。これならいけると。配れそうだね。あまり、52から48を引き算すると、4になります。あの、数が大きいから、今、暗算してるけど、みんな筆算していいからね、分かんないときは、無理に暗算しなくていいよ。 で、最後、8の段いきましょう。これも8、5、40からいこうかな。8、5、40、8、6、4、8、8、7、56 8、8、64。ここで初めて63を超えちゃったから、その1個前、8、7、56。8、7だね。56。で、余り63から56を引くと、7か。<laughs> 危ない。ミス数とこだった。7、余り7と。 なってこれで、OK、ですこのあまり7とかだとねあ,あまり大きいなって思うんだけど割る数は8だから8個ずつ配りたいって言ってる問題だから7個余ってオも OK だもんねだって7個じゃえ私1個少ないんですけどどういうことってなっちゃうからこれで OK ですなので余りのある割り算はまあやり方まずね今ずっとやってきてこのやり方でやってくださいで大事なのはやっぱりギリギリがどこかっていう。 で、今は全部書きましたけど、慣れてきたら書かなくていいからね。でも慣れるまでは書いてみるといいです。で、この数が大きい時に、61が6、6二1 2 12で全部書くとめんどくさい。めんどくさいからどうするかっていうと、俺はよくこの5のところ、6530とか、8540って、7535っていうそのかける5のところから書くようにしています。 そう、まあそれでね、超えちゃったらもっと前に戻ってもいいんだけども、数が大きいときは、かける5のところから書いていくと、割と頭の中がスッキリしやすいと思うので、よかったらね、試してみてください。はい、ということで、今回はね、あまりのある割り算のスタート編やっていきました。丸1があるってことは、丸2があるね。で、次はね、文章問題です。ね、もうみんなが大好き。<laughs> 文章問題やっていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。 ありがとうございましたまた、バイバイ。お疲れ様でした